あ、呪文屋だ。ダメだ。よう、ファルク、元気にしてるか？ゆい。何の用だ？その子供は？この子の薬草、違う、この子の父親が薬草なる植物を探しに出かけて帰ってこないらしくてな。薬草について何か知らないか？薬草か。知ってるのか？話は地下でする。ついてこい。この人も仲間キャラとかなのかな。ゆいさん、ん？あの人がフレンズ？そうだぞ。でも仲良しに見えないよ。全然おしゃべりしてなかったし。確かに不愛想なやつだな。でも本当はいいやつなんだ。ちょっと喋るのが苦手なだけさ。ん、そうなの？さ、あいつの後を。うん、まずはレジの金をね、ちょろまかしてから。くそ、ダメか。お、広い。あ、魔法学校の人だったんだ。重な規定違反。結構一種類の服しかなかったり。こうやっていろんなとこにちゃんとメッセージがあるのはいいね。他は特にないかな。ちゃんと自炊してる、偉い。来たか。そこに座れ。薬草について知っていることを話す。俺の名前はファルクだ。呪文屋を営んでいる。僕はハル。よろしく、ファルクさん。お前の父親は薬草を探していると言ったが、何のためだ？薬草はどんな病気も治せるらしくて、だから父ちゃんは姉ちゃんのために。なるほど。娘のためか。ちょっと待ってくれ。どんな病気も治せるだと？そんな植物が実在するのか？ああ、実在する。発見するのは極めて困難だがな。そんな便利な植物がなぜほとんど知られていないんだ？一瞬で病を治す植物など誰も信じない。それに勇者がほとんど買い占めちゃうから。国家が存在を隠している。勇者のためにな。なるほど。なんかその点ダークさを感じてきたぞ。勇者のため？表向きはね、世界を救う勇者だけども、その裏で渦巻く陰謀。そうだ、薬草を誰かが買い占めたりしてみろ。勇者は回復することができず、魔王を倒すことができず、世界は滅んでしまうだろうな。だから薬草を売買できるのはその存在を知るわずかなものだけだ。でも薬屋は売ってくれなかったよ。やつは貧乏な一般市民など眼中にない。アウトオブ眼中ってやつだ。世の中、金が全てだ。そんな、つまりこういうことか。金がないなら自分で取ってこいと。だから父ちゃんも自分で取りに。でもどこへ？ビヌさんの頂上に存在するという噂がある。父ちゃんもそこに。今すぐ行かなきゃ。待て。熟練の冒険家でも命を落とす場所だぞ。場所で、子供一人で挑むのは死にに行くようなもんだ。でも、あ、ファルクさん今めっちゃ噛んだね。あ、それは置いといて、父ちゃんを助けなきゃ。死んじゃうなんてやだ。ならば、私も行こう。店番は？命を落とすかもしれないんだぞ。この人もファルクも仲間になりそうだね。顔ぐらいあるってことは。構わない。私は私の騎士道を貫く。ルイさん。俺も行く。やった。意外だな。君は反対するかと思ったが。反対するつもりなら最初から話したりはしない。俺にとって薬草は興味深い研究対象だ。それに町で唯一の武器屋に死なれると困るからな。助かるよ。各自装備と道具を揃えて明日の朝出発だ。うん、わかった。ユイさんいるからお買い物できそうだね。じゃあ私のベッドはどうだ？ゆっくり眠れそうか？ユイさんどこで寝んの？うん。でもユイさんは自分のベッドじゃなくていいの？あ、私は父の加齢臭がきつい方のベッドで寝るから大丈夫だ。上の方か。君にむごい仕打ちはしたくないからな。むごいって。じゃあ、おやすみ。ユイさん。ん？ユイさんは怖くないの？明日、ダンジョンに行くのに。
怖くないと言えば嘘になるな。大怪我を負ったり、最悪死ぬかもしれない。でも、心配してどうにかなるものじゃないだろ。無駄な心配は作戦失敗のもとだぞ。でも、ハル、君の今の目標は何だ？父ちゃんと姉ちゃんを助けること。そのことだけを考えておけばいい。恐怖心は一つのことに集中すると和らぐ。大船に乗った気持ちでいるんだ。魔物は私とファルクが何とかするさ。さて、今度こそお休みだな。夜更かしは体に悪いぞ。これ回復ができないってことはさ、仲間がいてもその仲間が、翌朝。お、もう出発？あら、特に買い物シーンとかなかった。3人か。もう一人ぐらい連れてっても。お、ある、昨日渡した鎧はもう装備してくれたか？忘れてた。顔の兜と顔の鎧。やったー。これさー、あ、でもみんな共通とかだったりするかな。共通じゃなくて、あー、ごめん、ゆいさんすっぱらかにしちゃって。てかステータス値高っ。基準の数値がちょっと高めなんだろうな、 FF みたいに。あ、強っ。メビウス大魔術。TPK か、禁術。となると寿命が縮む。イエーイ。っていうか、装備にさ、あの、最大 MP を上げるやつあったんだね。ごめん、悪く。ちょっと減らしちゃった。ステータスは？ユイもスキルはあるかな？おー、かっこいい名前が。桜の舞。節一戦。狙われる確率か。こうやって、メイン盾になってあげるってことかな。戦場の死神。最後の手段、怖えー。DP を最大まで貯めると10ゲム、こういう使いどころが難しかったりするのかな。春の応援がね、結構重要かもしれんし。まずセーブだな。帰れるかな。ダメだ。で、保護者がいるんで、この関所的なところを、ここを乗りたいのですが、あなた方の目的は、え、それは、サイトシーイング。ダメかな。俺たちはここの子の父親の友人だ。この子を父親のいる隣町まで護衛したい。お通ししますが、この先危険なデンジャーがあるので、注意して進むように。やったー、これで通れるねー、と。ずっつ。この先、ビヌ山。立ち入るべからずか。この先に行けばいいの？あ、だがその前に森を抜ける準備、必要がある。準備はいいか。はいよー。そんなにフィールドは多くないってことかな。ここはダンジョーン。ん？みんな見て、何か道を塞いでるよ。クリスタルが。あれは、クリスタルだな。クリスタル？ダンジョンによく存在する透明な結晶だ。特に役に立つことはない。セーブ効果もないか。こんなに光ってるのにな。まあ、さっさと溶かしてしまおう。3人だったら押せるのかな。えい。ん？ザッザザ。え、なんだ？時の部屋。え？やあ、ハル君。よくここまで来たね。おじさん、誰？ここはどこ？私は時の神。そしてここは時の部屋だよ。神？ってことはこの世で一番偉いの？BGM もギャグ調になってるし。そうだといいんだけどね。私よりも偉い神様もいるよ。そんなことより、私は君の大ファンなんだ。へえ、サインあげようか。大ファン？病気のお姉さんを救おうとする、けながに頑張る、君の姿感動しちゃったよ。だから、私が手助けしようと思ってね。なるほど、仲間が死んでもこうやって時を戻したりで、繰り返すってことかな。手助けって、どんな？君の守護神に私の力を貸すのさ。守護神？守護神様、見守ってくださっていますね。先ほどから、ハル君を守っていただき、どうもありがとうございます。なんで上向いてんの？どうか、この子を助けていただきたい。私の時を保存し、巻き戻す能力、セーブ能力をうまく使って。それ、セーブ能力、俺もできるぞ。こまめにセーブしろってことか？
ダンジョンではクリスタルを通してしか力を行使できませんが、あなた様ならうまく使ってくださると信じております。なるほど。フィールドとか街だとどこでもセーブだけど、ダンジョン内はどこでもってわけじゃないのか。それではハル君をよろしくお願いします。僕帰ってもいいかな。ああごめんよ、長話は私の悪い癖でね。とにかくハル君はクリスタルを見つけたら触ってみて、あとは守護神様がうまくやってくださる。セーブポイントってよりかチェックポイントとして設定できるのかな。うん、気が向いたらね。あと何か困ったことがあればいつでもここに来てね。気が向いたらね。それではさらば。さらば。ハル、どうしたんだ。ぼーっとして。変なおじさんが僕を助けてくれるって。おじさん？ここにおじさんなどいないぞ。なばだ、まだ眠けているのか。いや、おじさんになりかけのやつならいるか。ガーンって顔が。セーブする。いつも時の部屋行ったところで、あーすごい、ここでシステムを教えてくれるのね。回復できないの？基本的にできないよ。特に HP は絶対に回復できない。できるだけ HP を減らさないように工夫して戦うんだ。そんなぁ。じゃあ MP は？ MP に関しては自分の MP だけなら回復できる人もいる。へぇ、それが誰かは自分で探してみてね。基本回復手段はないってことか。ほとんど。ありがとう。戦闘のコツ。そうだね、やはり攻撃だけじゃなくてスキルを応用するのが重要かな。魔法とか必殺技のことだねと。例えば味方の防御力や攻撃力を大幅に上昇させたりと。バフデバフはだいぶ重要なのかな。それらを状況に合わせてうまく使えば薬草を手に入れるのもそんなに難しくないはずだよ。本当に？やった。いや強いんだけど。大丈夫、どんな敵にも必ず弱点がある。弱点？うん、物理攻撃に強い敵が魔法攻撃に弱かったり状態異常に弱かったりするんだ。へえ。そしてビヌサにはワンフロアあたり2つ以上の宝箱がある。これらの宝箱をできるだけ回収して強力な装備を手に入れればかなり楽になると思うよ。へえ。でも宝箱を取り忘れちゃったら？大丈夫、この場所から一度訪れた休憩所に移動できるよ。へえ。なんだろう、ローグライクのように階層ごとって感じか。おじさん。避けられないよ。シンボルエンカウントか。ダンジョンは2つのパーツから構成、通路と部屋。あー、やっぱりローグライクっぽいね、説明を見る感じ。もっと神様らしくしてほしい。時の神様ってなんか嘘くさいな。もっと神様っぽくならないの？この学校気に入ってるのにショックだな。まあ、ハル君が神様らしくしてほしいというならそうしよう。よいしょっと。これで良いかな？お姉さんになった。何の用じゃ？戻してができる。ちゃんとのじゃって言ってくれる。今おばさんって言ったよな。おばさん。あ、間違えた。なるほど。面白い。ここが休憩所ってことね。セーブはできない。ある、ダンジョンに来るのは初めてか。あ、確かに部屋と通路になってる。うん、そうか。悪く説明してやってくれ。自分でやったらどうだ。この戦闘というか進め方。俺たちは普通の人間だ。神に選ばれた勇者じゃない。体力を即座に回復する手段はない。だからダンジョンではモンスターを避けることが最も重要だ。へえ。そうだね、ちょっとでも食らっちゃっても、少しずつダメージがちりつもで。あ、いや、こっちが一歩であっちも一歩みたいな。そういう感じかなと思ったらそうでもなかった。これで、お、通常攻撃的なものは消費がない。ハル君の応援の必要がなかった。お、いっぱいいるモンスターども。追いかけてくるものと一定の範囲を往復、飛んでるやつは一定の感じかな。うん、中に入ると
って感じか。次は同人出現。スライムが追ってきてるね。こっちに来てもらった方が早い。よいしょ。一応避けてるけど、どうなんだろう、倒した方がいいのか。避けすぎちゃうのも良くない。戦闘の練習ができてないからな。この先はビヌさん。休憩所に、各休憩所に飛べるから、うん、一つの方にセーブしちゃっても大丈夫そうかな。お、休憩。休憩所でこういうお話ができるのか。あ誰かを助けるに理由がいるかい。どこかで聞いたことがあるぞ。なんか仲良しになりたいなとか言ってたけど、好感度とかはあるのかな。そういうわけじゃない。 0.5 回。ゴブリンだ。お、宝箱取りでえな。黒い探検。探検系は、うん、あるか。スクールゲーでよくあるけど、ここからあの、なんだろう、違うキャラにの欄に行きたくなるよね。いちいちここに戻ってからこの選ぶのがね、ちょっとかったるくなる時もある。伝わるだろうかこの思い。あれ触った。今ハンマスの判定が残ってたのか。ネオスライム、魔法力上げてファルクにやらせるのもありだけど、多分スライムは魔法に弱いか。あ、知らない。ネオスライム強いね。やべえ、食らった。こんなに食らってしまった。必殺技 TP が溜まって、なんか使った方がいいかな。スキルは積極的に使った方が良さそうだな。一応貯めることはできるんだろうけど、どうなのかな。よいしょ。やべ、これウィンドウ解除するタイミングを見誤ると食らっちゃう。あー、下押したつもりが。オークだ。ゴブリンじゃなかった、よかった。砂掛けで外すようにした方がいいかな。狙われる確率が5倍。3連続攻撃。あ、楽だからさっき取ったやつ回復じゃないや、装備した方がよかったな。効かなかった。避けろ避けろ。よーし、敵の HP がどんなもんかがわからないからな。よし、春はやっぱりデフォルトが強くないからどんどんレベル上がるな。でもさ、最大 HP 上がったところでさ、回復ができないでしょ。なんだか感覚が違うね、今までと。普通の RPG と魔法の服。お、強っ。いいねいいね。君どうしてくんの。しまっ、持ってくる系ではなかった。おっとそこはもう部屋に入ってる扱いかと思ったけども、そんなことはなかった。あ、普通の攻撃より、どうだろう、普通の攻撃より通常攻撃の方が TP 溜まるんかね。死んだ。頑張れ。頑張れ。
通のだとそんなに変わらないな。上昇させても重ね掛けはできるだろうか。おっと、人いっぱい、人じゃないモンスターいっぱい。宝箱、よいしょ、魔法の兜。ハルくんの強化が先決だろうな。やべ、追ってくるやつか。おーし、避けられた。で、こっち行くと、お宝箱。革の兜。なんか、かっこいい名前だから、うん、大人用だな。はい、移動して。俺どこだ、左下か。おっと、最初通路か。もうなんか、ね、ダンジョン系とか、最初、ね、もう降り立った時点で、部屋の中だから、最初の地点は部屋っていうなんか、印象があって。さっきのとこだけはなぜか、あれー反転入っちゃったか。さっき左上のとこはなんか宝箱見えちゃったけど、あれは何だったんだろう。粘液、ダメージしなければいいです。ファルクは状態以上に強いかね。結構上昇してんな。あーっと、もう触ってしまった。逃げるができないからね。敵の残 HP が常に見えてると助かるんだけどな。大人はさほどというか、そう簡単にはダメージ食らわないか。下のやつにやった方がいいかな。ちょっと食らった。よいしょ、ルマントサンドル、ルマンドみたい。装備というか宝箱はしっかり回収していった方がいいだろうね。あ、こいつは倒さないといけないやつだな。ミノタウロス、貴様ら人間か。イエス。この首輪が見えるか、かっこいいだろう。首輪？貴様ら人間に奴隷にされた証だ。へえ。奴隷にされ見せ物として戦わされた最悪の苦しみだった。だから俺を奴隷にしたやつも見せ物にしたやつも皆殺しにしてやった。人間は皆悪だ、残らず殺し。そんな、でも僕たちは違うよ。悪い人じゃない、プルプル、僕らは悪い人間じゃないよ。君の奴隷になんてしない。ハル、魔物を説得するのは不可能だ。人間には死あるのびだ。戦うしかないようだな。人を何も殺している危険な魔物だ。殺さない理由がない。みんな待って。ハル、魔物は待ってはくれないぞ。来るぞ、構えろ。殺す、みんな殺しだ。コアがつい本気で行った方がいいね。